ニューヨーク。このゲームの模様をお送りいたします。ボストンの先発は右のネイサン、ニューヨークの先発は左のコルウェル。この両投手の投げ合いです。さあ、まもなくプレイボールです。右のネイサン、マウンドに上がりました。今日はどんな投球を見せてくれるのか。さあ、注目の立ち上がり、先頭バッターはランフォード。第9球見送ってボール。さあ、次の投球投げました。打った、ファウルボール。投球はこれから3球目。打ちました。ボビー下がっていった。ファウルグラウンド、キャッチしています。右バッターボックスは2番アーロン。第9球投げました。打ちました。ぐーんと伸びて左に切れていきました。ファール。投げた、ストレートはボール。低め。第3球を投げた、外角高め見送ってストライク。第4球を投げた、インコース高めボール。第5球投げた、ボール。さあ、6球目投げた、打った、ショートバウンド、ボールを取った。クリスチャン、軽快な守備を見せました。これで2アウト、ランナーありません。バッターは3番アンソニー。投げました、内角高めボール。第2球投げました、ボール。投球は3球目投げました、打ちました、痛烈、いった、チームメイトが迎えます。今の先制の場面、リプレイでご覧ください。バッターは4番スタントン。第9球初球空振り、バットが空を切りました。第2球投げました、外角低め、外れてボール。投球は3球目投げました、ボール。第4球を投げた、アウトサイド空振り。追い込んでから第5球投げた、変化球、空振り三振。低めの変化球でスイングアウトを取りました。1回の表が終わって1対0、ボストン先制点を奪われています。左のコルウェル、マウンドに上がります。まずは立ち上がりに注目しましょう。1回の裏、1点を追いかけます。ボストン攻撃に入ります。トップバッターは吉田。第9球投げた、流し打ち、どうだ、一塁送球、あっと送球それた、タッチはアウト。これでワンアウト。バッターは2番デイビーズ。第9球カーブ見送ってストライク。第2球投げた、ボール。第3球を投げた、インハイ、ボール。投球これから4球目打ちました、ライト線ぐーっと打球が上がってきますが取りました。これで2アウト、ランナーありません。バッターは3番ボガード。第9球打ちました、初球打ち、レフト線ぐーっと打球が上がってきますが取りました。これで3アウト。コルウェル、今日は無難な立ち上がりです。2回の表、ニューヨーク攻撃に入ります。先頭バッターは DH のトーレス。第9球投げました、ボール。ボストン、ここは引っ張りに警戒します。第2球投げました、ストレート空振り。
第3球を投げました。外れた。ボール。投球これから4球目。打ちました。右中間のフライ、スライディングキャッチ、ファインプレー。これでワンアウト、ランナーはありません。さあリプレイです。バッターは6番ドナルド。第9球投げました。初球見送ってストライク。第2球投げました。打った。センターフライ、飛距離は出ていません。掴みました。これで2アウト、ランナーありません。バッターは7番ティム。第9球投げた。スライダーボール。さあ次の投球投げた。ストレートはボール。第3球を投げた。縦のカーブ、ボール。第4球は決まった、ストライク。第5球投げた。ボール、フォアボール。バッターは8番アイザック。第9球投げた。ボール。第2球投げました。膝元、縦のカーブ外れてボール。投球はこれから3球目。合わせて打った。切れていきます、ファール。次が4球目、ランナースタート。二塁送球はどうだ。これは悠々セーフ、盗塁を許します。追い込んで第5球打ちました。ショートの後方フラフラっと上がっている。ボガード、バックしていった。取ってアウト。スリーアウトチェンジ。ネイサン、ツーアウト二塁のピンチでしたが、なんとか踏ん張りました。2回の表が終わって1対0です。2回の裏、ボストン攻撃に入ります。先頭バッターはアレックス。内角、ボール。第2球ボール。投球はこれから3球目。ボール。投球これから4球目。あっと引っ掛けた。ファースト前方のフライになりました。一塁キャンパスの手前、取りました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは DH のマルティネス。第9球投げました。ジャストミート、抜けた。マルティネス、ナイスバッティングです。さあワンアウトから同点のランナーが出ました。第2球サークルチェンジャー、ボール。外角へ。第3球を投げました。打ちました。右中間へのフライ、取りました。ランナー一塁に戻ります。これで2アウト、ランナーは一塁変わりません。アウトロー、外れてボール。投げました。直球低め、ボール。投球はこれから3球目。打ちました。これはショート正面。アイザック掴んだ。一塁へ送る。アウト。スリーアウトチェンジ。ボストン、ファーストランナー残塁。2回が終了しまして1対0です。ニューヨーク、この回の攻撃はラストバッターから始まります。先頭バッターは9番、初球空振り、いきなり156キロ。初球空振りから投げました。ボール。第3球を投げた。見送ってボール。第4球を投げた。アウトロー、際どい球、ボール。さあ5球目打ちました。いい当たり、抜けた。ホセ、いいバッティングを見せました。打順はトップに帰ってランフォード。第1打席はファールフライに倒れています。1球目空振りから、第2球、2球目ストライク。もう追い込んでいます。追い込んでから第3球を高め、直球は外れてボール。第4球を投げた。引っ張った。レフト線にボールが飛んでいますがヒットになります。
ホセ二塁回った、ホセ三塁でストップ、ランフォードツーベース、ピンチを広げてしまいました。右バッターボックスは2番アーロン、最初のバッターボックスはセカンドゴロに倒れています。第2球投げた、見送ってストライク、投球は3球目、投げたストライク。第4球を投げました、低め外れてボール、投げました、インコース引っ張った、ぐーんと伸びて左に切れていきました、ファール、スライダー見逃し三振。ランナー2人を置いて迎えるバッターはアンソニー、投げました、初球空振り、いきなり159キロ。第2球打った、これは内野へのスライダー、デイビーズ交代、掴んだ、これで2アウト、ランナーは2塁3塁変わりません。第9投げました、ボール、まずはインコース低め。第2球投げました、ボール、第3球ボール、投げた、ここはフォアボールになります。これで満塁です。第9球外れた、ボール、第2球投げた、空振り、ボストン、ここで引っ張りに警戒した守備位置に変更です。投球は3球目、投げた、打ちました、これは内野ゴロ、サードこれは守備範囲内、アウト、スリーアウトチェンジ。メイさん、ツーアウト満塁のピンチでしたが、最後はきっちり0点に抑えています。3回の表が終わって1対0です。3回の裏1点を追いかけます。ボスト攻撃に入ります。トップバッターはケビン。第2球投げた、カーブはボール、第3球を投げた、3球目ストライク、次は4球目、投げました、見送ってボール、次は5球目、打ちました、ファール、次は6球目、投げました、流し打ち、アンソニーボールを掴んだ、アンソニー一塁キャンバス踏んでアウト、これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは9番クリスチャン、投げました、ボール、投げました、ボール、第3球を投げました、ボール、ニューヨーク、ここは引っ張りに警戒します。第4球を投げた、打った、ホセ落下点に入った、ファールグラウンド、ボールをつかみました。これで2アウト、ランナーありません。バッターはトップに帰って吉田、最初のバッターボックスは内野ゴロに倒れています。これはいい当たりだ、入れば同点だ、いった、入った、入った、ホームラン、同点ホームラン、ライトスタンドへ突き刺さった、甘い球を完璧に捉えました。吉田一振りで同点、素晴らしい一発をベンチも祝福。リプレイで同点の場面をご覧いただいています。バッターは2番デイビーズ、第1打席はライトフライに倒れています。投げた、初球すっぽ抜け、ボール、第2球アウトロー空振り、投球はこれから3球目、3球目空振り、バッター追い込まれました。追い込んで投げた、打った、ランフォード取った、アウト、スリーアウトチェンジ。3回の裏が終わりまして1対1、ボストン、この回1点返して同点としています。試合はこれから中盤4回に入ります。先頭バッターはドナルド、第1打席はセンターフライに倒れています。高めストライク、第2球投げた、ボール、ボストン、ここで引っ張りに警戒した守備位置に変更です。第3球を投げた、インコース高めストライク。
第4球を投げました。インコース引っ張った。ファールボール。第5球投げました。空振り三振。右バッターボックスは7番ティム。最初のバッターボックスはフォアボール。スライダー決まってストライク。まずは決めてきました。1球目ストライクから第2球投げました。変化球はボール。第3球を投げました。ボール。投げました。インコース高め。ボール。投げた。打ちました。1、2塁間の打球。1塁送球。アウト。これで2アウト。ランナーありません。バッターは8番アイザック。第1打席は内野フライに倒れています。投げた。打ちました。切れていきます。ファール。第2球投げた。低め。スライダーは外れてボール。第3球を投げた。ボール。投球これから4球目。打った。次は5球目。打った。流し打ち。一塁線フェアだ。アイザック二塁を狙う。アイザックツーベースヒット。ボストンピンチを迎えます。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。メイさん降板。マウンドに上がったのはブレイシア。一打負け越しのピンチで登板です。自分のペースで投げることができるかが鍵となりそうです。投げた。打ちました。第2球投げました。スライダーボール。外角低め。第3球を投げました。打った。ライト前に出る。掴んでこれで3アウトになります。リプレイをご覧ください。ボストン、この回2アウト2塁のピンチでしたが、なんとか踏ん張りました。4回の表が終わって1対1です。ボストン、この回はクリーンナップからの攻撃になります。先頭バッターは3番ボガード。第1打席はファールフライに倒れています。投球これから2球目。決まってストライク。第3球を投げました。ボール。ニューヨーク、ここは引っ張りに警戒します。第4球を投げました。打ちました。追い込んでから投げました。打ったいい当たりだ。右中間へのフライですが、右中間にボールが抜けていった。中継。ボガードツーベースヒットを放ちました。ボストン勝ち越しのチャンスを迎えます。先ほどのプレーです。バッターは4番アレックス。ネクストバッターサークルにはマルティネス。二塁タッチセーフ。第9投げた。スライダーボール。さあ次の投球、2球目ストライク。投げた。ストレートはボール。投げた。スライダーはストライク。第5球投げた。流し打ち。どうだ。レフト線に飛んでいますが、ファールボール。ボール。さあ7球目。打った。引っ張った。アンソニー華麗にさばいてワンアウト。アレックスいい当たりでしたが、ファーストゴロに終わっています。ボストンなおもチャンスが続いています。先ほどヒットを放っているマルティネス。ボストン最低でも外野フライが欲しい局面です。ファール。1球目ファールからボール。第3球を投げた。サークルチェンジはボール。投球これから4球目。ストレートはボール。アウトローへ。投球これから5球目。打った。内野ゴロ。アンソニーボールを取る。アンソニー一塁踏んでアウト。これで2アウト。ランナーは3塁変わりません。
第2球投げました。見送ってストライク。第3球を投げました。カーブはボール。ニューヨーク、ここで引っ張りに警戒した守備位置に変更です。第4球を投げました。打ちました。キャッチャー落下点に入りました。取ってこれで3アウトチェンジ。三塁ランナーボガール残塁に終わりました。4回までが終了しまして1対1です。ニューヨーク、この回1番からの好打順になります。トップバッターはランフォード。インローボール。投球これから2球目。インコース引っ張った。レフト線にボールが飛んでいますがファールボール。投げました。ボール。投げました。打ちました。抜けた。ランフォード、ナイスバッティングです。さあノーアウトで勝ち越しのランナーが出ました。バッターは2番アーロン。今日はセカンドゴロと三振。アウトコース、外れてボール。第2球投げた。外角高めの直球はボール。第3球を投げた。まっすぐ空振り。タイミング合いません。第4球は外れたボール。第5球投げた。ストライク。第6球を投げた。押っつけた。ファール。第7球を投げた。打ちました。あっと右中間。どうだ。掴みました。ランナー一塁に戻ります。これでワンアウト。ランナーは一塁変わりません。投げました。ボール。第2球投げました。見送ってボール。投げました。ボール。投げました。打ちました。引っ掛けた。さあゲッツーになるか。セカンドフォースアウト。アウト。ゲッツー。スリーアウトチェンジ。さあリプレイです。5回の表が終わって1対1同点です。5回の裏、ボスト攻撃に入ります。この回の先頭バッターはボビー。最初のバッターボックスは内野ゴロに倒れています。第2球投げました。低め際どいボール。第3球を投げた。高めに送ってストライク。バッター追い込まれました。投球これから4球目。打った。ボテボテの当たりはセカンドゴロ。一塁へ送る。アウト。これでワンアウト。ランナーはありません。バッターは8番ケビン。最初のバッターボックスは内野ゴロに倒れています。投げた。ボール。投球これから2球目。2球目ストライク。投げた。打ちました。破った。ケビン、いいバッティングを見せました。これで2打数の1安打。バッターは9番クリスチャン。第1打席はファールフライに倒れています。投げた。打ちました。ファール。第2球低めの変化球ボール。第3球内角に送ってストライク。バッター追い込まれました。投球これから4球目。打ちました。ピッチャー返し。ランフォード掴んだ。2塁フォースアウト。アウト。ダブルプレイ。スリーアウトチェンジ。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。前半が終わりまして1対1現在同点です。ゲームは後半に入ります。先頭バッターはスタントン。今日は三振と変化球ストライク。アウトコースへ思い切って振っていきました。第2球カーブはボール。第3球を投げた。流し打ち。ボビーダイレクトでボールを掴んでアウト。ワンアウト。
第9位。投げました。打った。バイバイ。ボストン、ここは引っ張りに警戒します。ボール。第3球を投げました。打ちました。これは内野ゴロ。ボビー、ボールを掴んだ。アウト。ボビー、ベースを踏んでツーアウト。これでツーアウト、ランナーありません。バッターは6番ドナルド。今日はセンターフライと三振。第9投げました。打ちました。ボストン、ここで引っ張りに警戒した守備位置に変更です。第3球を投げました。外れた。ボール。第4球を投げました。見送ってボール。投球これから5球目。打った。痛烈な当たり。ライト交代。フェンス直撃。ボールはセカンドへ。ドナルド、いいバッティングを見せました。ボストン、ピンチを迎えます。リプレイをご覧ください。バッターは7番ティム。今日はフォアボールとセカンドゴロ。投げた。低め決まってストライク。第2球投げた。高めの球、空振り。投球はこれから3球目。ボール。第4球を投げた。ボール。次が5球目。カーブはボール。外へ。投げた。外れました。フォアボールです。際どいところでしたがフォアボールです。先ほどツーベースを放っているアイザック。ボストン、一打負け越しのピンチを迎えています。ファールボール。投げた。引っ張った。レフト線に飛んでいますが、ファール。投げました。インコース低め。ボール。次が4球目。投げました。内角低め。ツーシームは外れてボール。さあ5球目。打ちました。ボビー、下がった。取りました。これで3アウト。先ほどのプレーです。ボストン、この回2アウト1塁2塁のピンチでしたが、ここは0点に抑えました。6回の表が終わって1対1です。コルウェル降板。ここでマウンドに上がったのはミゲル。今日2人目のピッチャーとして登板です。今日は頼もしいピッチングを見せてくれるのか。第9投げました。スライダー見送ってストライク。さあ次の投球投げました。打った。第3球スライダー、空振り三振。吉田、三球三振に倒れました。バッターは2番デイビーズ。今日はライトフライとセカンドゴロ。第2球投げました。2球目空振り。ニューヨーク、ここは引っ張りに警戒します。投球は3球目。投げた。空振り。次が4球目。投げた。打った。打球はサード後方。ドナルド、下がっていった。取りました。これで2アウト、ランナーありません。バッターは3番ボガード。第9投げた。ストレートはボール。第2球投げた。外れた。ボール。第3球を投げた。打った。流し打ち。スタンドに入りました。ファール。ニューヨーク、ここで引っ張りに警戒した守備位置に変更です。第5球投げました。決まった。ストライク。ニューヨーク、ここは引っ張りに警戒します。第6球を投げました。よく見た。フォアボール。よく選びました。バッターは4番アレックス。今日はファーストフライとファーストゴロ。初球を打ちました。ショート左横のフライになりました。ショート落下点に入りました。取ってアウト。スリーアウトチェンジ。ボストン、ファーストランナー残塁。中盤まで終了しまして1対1です。試合は終盤7回に入ります。この回のトップバッターはホセ。投げました。見送ってボール。第2球打ちました。引っ掛けた。レフト方向へ持っていきましたが、掴みました。これでワンアウト、ランナーはありません。打順は1番に帰ってランフォード。
第9球投げました、ボール。第2球投げました、スライダー、ボール。第3球を投げた、3球目空振り。さあ4球目打ちました、いい当たり、抜けた。ランフォード、ナイスバッティングです。さあワンアウトから勝ち越しのランナーが出ました。バッターは2番アーロン、今日はここまで3打数ノーヒット、1三振ボール。まずはアウトコース高め。第2球投げた、低めの球、空振り。投球は3球目投げた、インコース低め、空振り。第4球を投げた、インハイ際どい球、ボール。第5球投げた、インロー際どい球、ボール。投球はこれから6球目、内角低めいっぱい、見逃し三振、内角低めいっぱいに決まった、ボール。第2球投げました、打ちました、ファールボール。第3球を投げました、ボール。投げました、空振り。投球これから5球目、変化球、空振り三振、2者連続三振、ただナイスピッチング。7回の表が終わって1対1です。7回の裏、ボストンラッキーセブンの攻撃に入ります。先頭バッターは指名打者マルティネス、打ちました、ファール。投球これから2球目、ストレートはボール。投げました、ボール、インコース低め。投球これから4球目、4球目空振り。追い込んで第5球、真ん中、空振り三振。右バッターボックスにはフェルナンデス、今日はライトフライとファールフライ、初球外れてボール。第2球投げました、ストレートはストライク。第3球を投げた、内角高め、外れてボール。投球これから4球目、決まった、ストライク。ニューヨーク、ここで引っ張りに警戒した守備位置に変更です。第5球投げた、打った、ファールボール。投げた、外れた、ボール。第7球を投げた、打ちました、ピッチャー返し、あっと抜けた。フェルナンデス、いいバッティングを見せました。今日初めてのヒットになりました。右バッターボックスは7番ボビー、今日はショートゴロとセカンドゴロ、打ちました、ファール。初球ファールから投げた、決まってストライク。追い込んでから第3球をボール。さあ4球目、外へ逃げるスライダー、空振り三振。アウトコースの変化球にやられました、投げました、打った。1球目ファールから投げました、スライダー、ボール。アウトコース低め。第3球を投げました、ストレートはボール。第4球を投げました、アウトロー際どい球、ボール。第5球投げました、打ちました、フラフラッと上がった、アイザックバックしていった、落下点で構えます、掴んで、これで3アウトになります。ボストンファーストランナー残塁、7回までが終了しまして1対1です。8回の表、ニューヨーク攻撃に入ります。この回の先頭バッターはスタントン、投げた、見送ってボール。さあ次の投球、投げた、打ちました、投球はこれから3球目、ツーシーム、空振り。第4球を投げた、スライダー、空振り三振、三者連続三振。さあリプレイです。バッターは指名打者トーレス、第9球打ちました、ファールボール。第2球投げた、打った、抜けた、
トーレス、ナイスバッティングです。さあ、ワンアウトから勝ち越しのランナーが出ました。バッターは6番ドナルド、今日4度目のバッターボックス。ドナルド、まずは一塁牽制、タッチセーフ。初球を打った、ピッチャー返し、抜けた、センターからサードへ。ドナルド、いいバッティングを見せました。ボストン、ピンチを迎えます。さあ、ここで試合の流れを左右するターニングポイント。ボストン、外野は浅めの守備を取ります。第2球、アウトコース低め、外れてボール。第3球を投げた、外角低め、スライダーは外れてボール。第4球を投げました、打って出ます、セカンド左抜けるか、セカンドフォースアウト、アウト、ゲッツー、スリーアウトチェンジ。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。見事に流れを断ち切りました。さあ、試合終了まで何が起こるか分かりません。ミゲル降板、右のキング、今日3人目のピッチャーとして登板です。期待しましょう、注目の投球です。第9球投げました、見送ってストライク。第2球投げました、ボール。第3球を投げました、3球目ストライク。さあ、4球目インコースへ変化球、ボール。投げました、ボール。第6球は打った、アイザック取った、一塁送球、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。打順はトップに帰って吉田。第1球変化球はボール。第2球投げた、2球目空振り。第3球を投げた、3球目空振り、バッター追い込まれました。第4球を投げた、インロー際どい球、ボール。第5球投げた、打ちました、セカンド真正面。ランフォード、ボールを取る、一塁送球、アウト。これで2アウト、ランナーありません。左バッターボックスは2番ベイビーズ、今日はここまで3打数ノーヒット。打ちました、ファール。第2球投げた、決まってストライク。追い込んで投げました、ボール。投げました、低めの球、見逃し三振。ボストン、最後の打者は見逃し三振に倒れました。8回の裏が終わりまして1対1です。タナ降板、右の沢村、今日4番手としてマウンドに上がります。今日は配球にも注目したいと思います。第9球投げました、初球打ち引っ張った、切れていきます、ファール。初球ファールから投げました、打った、ピッチャー返し、抜けた、アイザック、ナイスバッティングです。さあ、ノーアウトで勝ち越しのランナーが出ました。右バッターボックスは9番ホセ、ゲッツーだけは避けたいところ。あーっと、ショーフライになった、ボールを掴んだ、一塁へ送る、アウト。ランナー二塁に進みました。ボストン、ピンチを迎えます。投げました、初球から打ってった、ライトへの打球、ライト交代、ワンバウンドヒットになる、ライトからセカンドへ。ボストン、土壇場、ここで勝ち越されてしまいました。ニューヨーク、貴重な1点が入りました。2対1。さあ、先ほどの勝ち越しの場面です。ワンアウトランナー二塁という場面でアーロン、第9球外角低め、見送ってストライク、いきなり150キロ。第2球投げた、打ちました、スタンドに入りました、ファール。追い込んでから投げた、打ちました、ファールボール。第4球を投げた、打った、引っ張った、
ファールボール。第5球投げた。ボール。さあ6球目打った。当たり損ない。デイビーズ掴んだ。サードから一塁送球アウト。これでツーアウト。ランナーは二塁変わりません。投げた。ボール。まずはアウトロー。第2球投げました。空振り。投げました。決まってストライク。追い込んでいます。第4球は変化球。空振り三振。田村なんとか切り抜けました。9回の表が終わって2対1です。キング降板。そして最後は守護神のクレイ。最終回1点リードの場面でマウンドに上がります。どういった立ち上がりを見せるか。第9投げました。第2球投げました。ボール。投げました。打ちました。サード左へのゴロ。一塁送球アウト。これでワンアウト。ランナーはありません。バッターは4番アレックス。第9投げた。スラーブはボール。第2球投げた。2球目ストライク。第3球を投げた。3球目空振り。バッター追い込まれました。第4球を投げた。外れた。ボール。第5球投げた。打ちました。左中間へ上がった。センター前進。ヒット。アレックスいいバッティングを見せました。初安打。リプレイをご覧ください。バッターは DH のマルティネス。スタンドからはなんとか長打をと期待をかける声援が響いています。第2球投げました。ボール。第3球を投げました。真ん中ストライク。第4球は打った。ライトへのフライだ。ライト下がった。ここは大事にボールを取りました。これでツーアウト。ランナーは一塁変わりません。打ちました。第2球投げました。2球目空振り。このまま簡単に終わるわけにはいきません。第3球を投げました。インコース。ボール。第4球を投げました。アウトコース低め。空振り三振。ボストン1点差に届かず敗れました。